皆様こんにちは。今日はサムネにもあった通り、この秘密の書ザ・シークレットっていうね、これめちゃくちゃ有名な引き寄せの法則の、なんだろう、これ元祖みたいな本ですよね。これをなんか引き寄せの法則といえばなんかこの本か、この間ね、前回の動画で紹介したエイブラハムの教え、どっちかって感じのイメージが強いというか、有名な本なんですが、やっぱこっちの方が有名なのかな。ちょっと私これ本当に読んだことがなくて、すっごい有名で、これなんだろう、全世界で2000万部売れた本だと思うんですけど、この本映画化もされてますよね。これをついにね、何なんだろう、いろんな本を読んできて、これだけなぜか読んでなかった本みたいなぐらいだったんですが、ついに買って読んでみました。ということでね、この読んだ感想とちょっと私が気になったところをね、なんかこう付箋でチェックして、視聴者様の中にザ・シークレット読んだことある方もね、多分たくさんいると思うんですけど、読んだことがない方がね、読む時間がないとか、コメントでもいただいたんですけど、エイブラハムのね、の前紹介した時に、本買えないから、買うのもね、ちょっとお金もかかるから、中の解説少しね、詳しくお願いしますっていうようなコメントもいただいてたんですけども、なのでね、ちょっともうなんか引き寄せの方法みたいなのを書いてあるのが、多分エイブラハムの教えなんですけど、こっちは、その秘密について書いてある本でした。なのでちょっとね、簡単に解説して、私もね、知ってはいたけど、ここまで詳しくね、知らなかったので、気になるところをちょっと解説していきたいと思います。この本はですね、本当に有名な、世界的有名な人、ベートーベンとか、アインシュタインとかね、そういう人たちも使ってたと言われる秘密の法則を詳しく書いてくれてる書なんですよ。その秘密っていうのが引き寄せの法則なんですよね。そうで、その引き寄せの法則を使って、本当は一般の私たちみたいな一般人には知らせないで、そういう一部の人はこの秘密の方法を、宇宙の方法なのかな、引き寄せの法則を知ってて活用してたっていうこと、それを、秘密にしないで打ち明けた本っていう感じの、本なんですよ。なのでやり方っていうかね、こうすればいいよっていうやり方と、詳しく書いてあるんですけど、これ私ね、読んだ感想としてはまずね、やっぱりね、この引き寄せの法則、私も結構引き寄せたりとか結構しますって話をしたんだけど、これは一般的な人にはやっぱり教えたくない情報なのかなって、何者かが分かんないけどって思いました。一般の人って耳に入る情報とか目で見る情報っていうのはすごい、やっぱりね、ネガティブな情報がすごく多いじゃないですか。なのでニュースとか事件とかもそうだし、何でもね、すごい怒ると心配になることとか、恐怖心が湧くものっていうのがすごく目から入って耳から入ってる情報っていうのが毎日すごいと思うんですけど、でもこういうのを活用する人っていうのは一切そういう法則を知ってるから遮断してるっていうか、思考をね、ちゃんとコントロールして生きてきたんだなっていうのが分かるんですよ。なので知ってる人と知らない人では多分相当人生って変わるだろうなって、この本を読んで思いました。本当だったらね、私は結構ね、引き寄せの法則を信じてるので、というか使ってきちゃってるので、やっぱりこう知らせたくない内容だったのかなって、今でもね、メディアとか見てるとそういう風な感じがしちゃうんですよね。ちょっとね、気になるね、文をね、ちょっと私もチェックしてたので、ちょっと読んだりしたいと思います。人生であなたに起きていることは全てあなたが引き寄せています。あなたが思い、イメージすることがあなたに引き寄せられてくるのです。
これはあなたが考えていることで、どんなことでも今の現状起きていることはあなたが思考で考えたことが反映されているんですよっていうことを言ってるんですよ。まずで結構ね、これ目次もね結構分かれてて、人間関係のこととかお金のこととか健康のこととかに結構分かれてて、すべて人間がね思う悩みみたいなものはすべて思いで思考で解決できますっていうことを書いてます。なんか不満に思っちゃったりすることとかを考え始めると、その考えがどん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 なんか倍増してって、不満とかがね引き寄せられてきて、結局数分後にはそのことしか考えられないようになってて、例えばなんかニュースとか見ててもそのニュースのことばっかり気になって、気づいたらすごい調べ出して、もうなんか頭の中で想像しちゃって、自分の思考がまるで自分に降りかかるかのような不安とかがなんか持ってきちゃうじゃないですか。それがまた現実に現れてしまうんだよっていうことをこの章でも書いてるんですよ。なるべくね、だからそういうことは考えない方が本当はいいっていうか、なんかねこれ例題ものってこう考えてくださいっていうことで、テレビ局は番組を電波で発信しています、そしてそれが、あなたのテレビに映し出されているということで、誰もが、自分が望んでる周波数、自分が思ってるこの自分の周波数が異なるから、それのチャンネルを自分で選ぶことによってそれが映し出されているんですよっていう、だから自分が見たい、チャンネル周波数に合わせれば、思考に持っていけばその思考が自分の目の前に映し出されることになるっていう風に書いてます。そんなさ、そんな秘密はさ、生まれてからすぐさ学校で教えてほしいよね。私は本当にそう思ってる。だって自由にそういうことができるんだとしたら、努力とかいらないってことですからね。人類がかつて体験したどの、疫病よりもひどい流行性、伝染病が何世紀にもわたり、もう本当に常にね、大きい、そういう今もそうですけど、そういうのってあるじゃないですか。それに関してもテレビとかそういうメディアで放送するとやっぱり心配とか不安が大きくなっちゃって、なりたくないな、かかりたくないなとか、どんどんなんかそれに対してもっと違うやつが出てき、症状も出てきてとかなったら、そういう不安がすごい出てくると、そういう自分もそうなるよっていう風に書いてます。伝染病も自分が関係ないその、周波数から消しちゃって、心配や不安とかも全く思考から消すと、世の中から消えていく、どんどん消えていくっていうか、だから全員が不安にさせられちゃってる状況なんじゃないかっていう風に、コントロールされてるのかしらって思っちゃう、本当これ見たら。で、例題も載っててですね、例えば私たちが新しく美容室に行きましたっていう、行ったこともない美容室だから変にされたくないなとか、思い通りにならなかったらどうしようって思ってると、だいたい変になっちゃうっていうかね、とか、この服は汚したくないっていう服を着てて、あ、これこぼしたらどうしよう、いや汚したくないなと思ったワインとかが なぜかこうちょっとついちゃって、あっってなっちゃったりとか、思ったことがすぐになっちゃう、悪いことに関しても、ポジティブじゃなくてネガティブに関しても引き寄せてしまう、風邪ひきたくないなと思ったら引いちゃったり、仕事が多すぎて全てこなせないなって思ってたらもっと仕事が増えちゃったり、すると、靴ずれができないようにって思うと靴ずれができてしまう。だから自分がそうなりたくないってふうに思ったことでも、なりたくないからならないんじゃなくて、なりたくないって思っちゃってることがもう思考に入っちゃってる時点でそれがなってしまう。だから何なんだろう、願い方っていうか思い方、なんかだからそう、間違えた思い方をしちゃいけないですよね。私本当はもうそうなりたくないってことさえ思わなければいいってこと、なりたいことだけを考えてるとそっちに引っ張られていくっていうことをこの本では言っています。マイナスの、しかもね、マイナスのそういうネガティブな、すごいマイナスの願いっていうか思考よりも、ポジティブなね、プラスの思いの方が100倍も強い力で働くってことが、科学的に証明されてるんですって。なのでいつも普段はマイナスなことを考えてても、ちょっとプラスなことを考えたらそっちの方が100倍の力がね働いてるってことだから、ほとんどプラスのことを考えてたら相当
すごいんじゃないですかね。これの本にはそうやって書いてました、うん、なんか私たちが思うにはマイナスの方が引っ張られてるような気がする、強くね引っ張られてるような気がするんですけど、やっぱりね人間って大半心配とか不安とかそういうメディアコントロールとかもすごくて、いいこと考えようって意識的に変えないと結構ネガティブの方に意識っていうかもう思考がいっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。私だけかもしれないけど、そう私結構ねプラス思考のやっぱポジティブなことを考えるタイプの人なんですけど、それでもニュースとか見るとわあどうしようとかね、こうなったらどうしようみたいなのを考えちゃう時あるので、意識的にこうまた考えを変えたりとかっていうのをしないといけない状況になっちゃってるんですけど、前回ねエイブラハムのこの本でも同じことを言ったんですけど、こっちの本でも同じことが書いてあって、3段階もう引き寄せるためには3段階しかないっていうことで、まずお願いすること、そして信じること、そして受け取ること、これしかないんですよ。でこっちのエイブラハムもそれしか書いてないんですよね。オーダーを出してあとは信じて待つということね、あとは受け取るってことだったんですけど、全く同じことが書かれてて、うん、これはねちょっと 例が出ててね、体重のことに関して書いてあるんですけど、自分の体重は例えばダイエットしてる方がね、私の視聴者様にいらっしゃったら何キロになりたいっていうのを明確に出すらしいんですよ。出した方がいいっていうかね、例えば何キロ痩せたいじゃなくて何キロになったっていうか何キロになるって決めちゃうとかね、うん、なんか細かく48キロになるって決めるとか、そういう風にして、そういう風に願ってから次は信じる、もうなったんだとかなれるんだ、そうなったら何着ようかなとか、そうなったらどうしようかなとかね、そういうのを信じて楽しみに待つってことと、で最後に受け取る。受け取るっていうのはさ、勝手になっちゃってるからもう受け取るしかないような気がするんだけど、うん、なんか満足して受け取るって感じの気持ちでいるってことですよね。だから一番やっぱり願いを出すっていうかオーダーを出すっていうかお願いすることが一番大事な気がするんですけど、その3点しかないんですよ。こっちはさ教科書だからさ、こっちはねエブラハムの教えはその教科書なんで、何秒間とかね、その感情をそのなってる時の感情を考えて68秒間いることっていうのが、そう私結構紙に書いたりするんですよ。なんかねほらこれなんか赤いノートとか、私なんかなんで赤いノート買ってきてるのかっていうと、なんか赤の方が叶うと自分で勝手に決めたからなんですけど、赤いノートに書くと願いが叶うって自分に勝手に想像して思考で勝手に決めたんですけど、だからブルーのノートでもピンクのノートでも何でもいいんですけど、自分でこのノートだったら絶対叶うなって思うノートを買ってきて、それに私は結構新月に書くんだけど願い事を書いて置いとくと、これ本当にね不思議と書いたことって後から読み返すとあなってるっていう風になるんですよね、不思議と。ただ書き方は本当に注意してくださいっていうのは両方こっちの方もこっちの方にも書いてあります。悪いことからね、例えばお金だったら貧乏になりたくないとかそういう風なこと書くと貧乏にボンって言っちゃうから、例えば給料が上がりましたとかそれでもいいし、うん、なんかそういうねポジティブな言い方での過去形じゃない現在起きてるように書くって書く、あと喋ったり声もそう、声で言霊でもそうだし、そういう風に思う思考もそうだしっていう感じで両方同じことが書かれてるんですよ。だからこれって本当に秘密にされてたんだったら本当にね大変よこれ、秘密にしてたなんてずるいよって思っちゃうよね。だから皆さん絶対知って、なんかちょっと騙されたと思ってねやってみた方がいいんですよ、絶対こういうことって。うん、おまじないみたいでさ、絶対そんなことあるわけないじゃんって思いがちなんですけど、引き寄せの法則に関してはもうさ海外の方でももう全然有名な当たり前に使われてることだし、これだけ本もね出てたりとか、引き寄せで成功してる人が数多くいる中でやってみないのは損ですよね絶対に。
でこうなんかこのザ・シークレットにも書いてあるんだけど、ありがとうっていう感謝の言葉をね何度も何度も言うと、うん、なんかあの起きてからずっと言ってると、朝一日例えば起きてから言うとその一日がとてもいい日になるよとか、そんな感じで書いてあるんですけど、これって小林定観さんも、言ってることで、ありがとうをね一日例えば1万回とかね、何回朝100回言ったら、ありがとうが言いたくなるような一日になるよとか、結構ほとんど皆さんね同じようなこと言ってるんですよね。だからね、あながちも本当に嘘じゃないような気がしますよ。私はちょっとありがとう何万回って言えたことがないので、言ってる最中にね愚痴とか泣き言とか文句とかそういうことを言うとねゼロになっちゃうんですって、カウントが。だから私毎回ゼロにね巻き戻っちゃってる、なんか音が鳴るチーンって鳴るらしいんですけど、どっかで聞こえないんだけど、それでゼロになっちゃうらしいんですね。だからずっと私はねチーンって鳴りっぱなしなんですけど、もしねありがとうって言ってちょっとすごいことが起きたって方がもしいたらね教えていただきたいです。あとなんか引き寄せが叶ってる人とか、悩みとかね希望とか、なんかそうなりたいこととかあったらぜひコメントでね書き込んでほしいです。私も参考にさせていただきます。ね、みんな悩みがさない人って多分いないと思うんですよ。あとどうなりたいかとかね、願望っていうのかな、願望がない人っていないと思うんですよ。なのでぜひねいろんな願望聞きたいですよね、皆さんね。私はどうなりたいんですよとかさ、はい。で引き寄せの法則っていうのは1回限りじゃなくて何度も使うことができるっていうふうにも書いてあるし、すごい私がこの本でちょっとびっくりしたのがですね、お金の話でも富を引き寄せるっていうこの目次でもね分かれてるんですけど、人が十分なお金がない唯一の理由はお金が入ってくるのを自分の思考で止めてるんだよってことを言ってて、だからなんかなんだろう、仕事が唯一のお金を稼ぐ方法だと、あなたがこれまで考えてきたんであればそれはやめてください、今すぐにやめてくださいって書かれてて、そう考え続けると仕事をしないと入らないような状況しか生まれないっていう、仕事をしないと入らないって思い込んでるとそういう現実しか来ないですよっていうふうに書かれてて、いやそういうことを思ってる人って数多くいるんじゃないかなって。だから努力して働かないとお金は入ってこないってみんな思ってるから必死で働くわけで、だからそういうふうに思うこと自体が違ってるんだっていうふうに思いました。あとねこの引き寄せの法則では宇宙って時間とか感覚とかもないから、1ドル欲しいっていうのと100万ドル欲しいっていうのが同じっていうふうに書かれてました。なので大小がないから、私は今の現状を考えたらこのぐらいしか引き寄せれないだろうなとかじゃなくて、その大小は関係ないって書いてました。あと努力も必要ないって書いてました。何かを努力しないと何かを得れないとかそんなことは関係なくて、努力はいらないっていうふうに書かれていました。請求書がね山のようにあったとしても、それをどうしようってどうやって支払おうとかそういうことを悩んでると、どん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 そういうのが引き寄せられてって、その悩みがどん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 続いてしまうというか、解決しないでどん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 繰り返されてしまう。だから自分は払えるんだ、払えるお金がたくさんあるんだっていう風な思考に変えてくださいっていう風に書かれているんですね。で健康に関してもそう、病気とかで悩んでる方も全て、思考でどうにかなるよっていうことがこの本には書かれていて、ちょっとねなんかやり方とかっていうよりも、相当これは秘密にされてて、ちゃんとこういうふうに知ってる人だけが使ってきた法則なんだなっていうふうに感じました。すごいなんかねこの本の紙もすごいなんか本当に魔法の書みたいな感じの柄みたいのがついてて、なんか見ててもすごく面白い本だったんですけど、このタイトルのね通り、秘密のなんて言うんだろう、使ってたこの法則を知って使ってた人っていうのは本当に一握りの一部の人たちだけだったんだろうなって思うんですよね。今はやっぱりこうたくさんね
本も出てるし、こういうのがあるから読んでる人とか、それでもさあんまりいないのかもしれないんだけど、数多くね動画も出てるし、読んでね引き寄せちゃってる人も、引き寄せて引き寄せて、すっごい今楽しんでる人もたくさんいらっしゃいますからね。なので早く知ったもん勝ちないの気がしてきたんですよ。私は10年ぐらい前からね、こういう本を読んだりとかするようにはなったんですけど、でいろいろ引き寄せてきた話をね何個か言ったんですけど、本当にね私の人生もそうなんですよ。23歳で結婚するっていう風に小学校ぐらいの時からずっと言ってたんですよ。23歳過ぎたらもう結婚したくないから23歳で私は結婚するんだってずっと言ってたら、結局23歳で結婚したんですよね。そして離婚したんですけど、離婚はねそれも自分で決めて引き寄せたし、だからなんだろう、で子供もそうなんですよ。実は私絶対に男の子が欲しいってずっと思ってたんですね。男の子が欲しいって、男の子を産む想像とか本当そう、この通り、この本の通りしてたんですよ。そしたら自分が産んだ子供は3人いるんですけど全部男の子だし、不思議なんですよ。でもそんなことを知ってたらもっと若いうちからやりたかったんですけど、私も思うんですけど、でも今の時点でね知ってるのと知らないのってまた違うと思うし、こういうなんかね本を読んで詳しくやり方とかを知りたいんであれば、やっぱり本を読んだ方がいいと思うんですよ。ちょっと私ね本当にこの本ね結構1800円するからちょっと高いから買えないんで、ちょっと詳しく教えてくださいって方がいたから、ちょっとやり方を一つだけちょっとプロセスっていうのかな教えますね。ちょっと中から全部はこれ読めないんだけど全然、この本で一番大事なのって、たった68秒で現実化が始まるってことなんですよ。これが一番多分この本でね大事なことな気がするの。何秒間この思考をね、この自分の思い描く願いをするかってことなんですよ。その波動がね動き出すのが、17秒間って言われてて、その願いを想像ね、自分がそうなってる体の想像ってそんなに長くはできないんですよ。だってなってないんだから。でも無理やり考えればなんとかテンション持ってけると思うんですよ、1分ぐらいなら。で17秒間から、その終点を定めていれば、その願いをね、願いに集中して17秒間から波動が動き出すらしいんですよ。だから、もし、皆さんね絶対願いとかそういう理想とかって必ずない人いないと思うんで、その思ってから17秒間はそのことだけに集中して、あ今私はこうなってるっていうのを想像して17秒間いる。そしたらもうそこから波動が動き始めて、68秒間で波動は十分な力を持ち現実化が始まるそうなんですよ。68秒間ですよ、わかります？だから想像して17秒間から波動が動き出して、68秒でもう強い、願いの現実化が始まるっていう風に言われてるので、測ろうが何しようがいいんですけど、これねこの本でね多分ねこの68秒っていうのが一番大事なことだと私は思うんですよね。あとはやっぱり大事なことたくさん書いてるんですけど、とにかく68秒間、あとやっぱりね感情も大事みたいで、感情も希望とかね、そういう明るい満足感とかそういう前向きな期待を持ってる感情で願う方が叶うっていうか、ポジティブにやっぱりしてないとその波動がねあるみたいなんですよ。だからすっごいこう暗くね考えてる時は無理ってこと、だから明るく楽しく叶えたことを、叶えたいことを考えて68秒いるってことをやるってことが、多分大まかにそんなことが書いてあるのがこの教科書の方なんですよ、エブラハムの。そうで、こっちは今日紹介した通り本当にただの秘密、これは絶対にみんなが一部の人が使ってた秘密の法則なんですっていうことが書かれてた。私はこれを読んで本当に、あ
されてたんだってちょっと思っちゃった。はい、というわけで今日はこのね秘密の書についてちょっとお話しさせていただきました。皆さんね、メディアとかさ、いろんなニュースとかで絶対あのコントロールされてね、あのネガティブに引っ張られていかないように、自分の世界とこのニュースとまたちょっと分けてね、であのいいことが起こるとか自分の理想をね、ちょっと68秒間まあ暇な時はねそれだけを考えちゃってもいいし、ダイエットしてる方はほら痩せた姿を考えて、あの服着よう、あの服着ようとか想像してもいいと思うし、あとなんだろうな、お金でもいいや、引き寄せるのに、いやいくら私はたくさん入ってくるっていうふうに想像してたらそうなると思うし、乗りたい車があったらその乗ってる想像しててもいいと思うし、あと恋人がね欲しい人はその理想の恋人のね、あのなんか想像してたらそういう人が引き寄せられてきたりとか、あとなんだろうね、健康ね、病気だったら健康な姿、自分が健康になった姿を想像して、健康になったらあそこに食べに行こうとか、あそこで何しようとかね、そういう健康になった時のことを考えたらのその思考の通り行くっていう風なことが書かれていました。はい、悩み消えるんじゃないって感じですよね。はい、またね面白い本があったらあの紹介させていただきます。皆様なんかね、まあ、悩みでもいいし望みでもいいし叶ったハッピーな話でもいいし何でもいいので、コメントぜひ書いてくださいね。私は全部あの見て返信できる限り返信させていただきます。はい、というわけで今日もありがとうございました。また次回の動画でバイバイ。